起動砲術その2。二人で倒せないものにも祈りてのリスク。やったよ。主要キャラ3種類だけで攻略したよ。やったな、霊夢。ちょっと待ちなさい。ニャンコンボ使えば楽勝じゃんと思われてますよ。じゃあどうしろっていうのさ。ふふふ。この編成で攻略していただきます。この4体のみの編成で頑張ってください。では結果を待っていますよ。おい、たった4体だぜ。でもムートがいるからまだなんとかなるよ。お前がそういうのなら。実はムートなしでやったら押されちゃったんだよね。まさかのネタバラシ。でもこれならギリギリいけますよ。ではゴー。もう攻略法は確定しているので倍速ゴー。4倍速でお送りします。今までと違い大雑把だな。何分使えるキャラが4体しかいないわけでして、簡単に説明させていただきます。メタル猫を出しつつラーメンを随時生産、レベルを上げつつニャンマを出していきます。ムートは前線が押され気味になったら出して蹴散らす役と最後の城破壊に頑張ってもらいます。苦戦するのか。ギガバルドがいないため苦戦はしますがなんとかなります。この戦いに戦略も戦術もありません。ニャンコンボが使えなくなってしまった以上残念ながらステータスは大きく下がります。ニャンマ出せるときは考えなしにどんどん出していきましょう。確かに戦術も何もないな。あるとしたら最後の仕上げの時ぐらいです。もうムートは最後の時まで取っておきます。戦力に差が出ていますがなんとかデブーは足止めにかかっています。今回は前回のような器用なことはできないのでムートが鍵です。ニャンマを出して前線をチクチク叩いていきます。さあさっさと済ませましょうかね。これだけで簡単に行くのか。手こずればその分攻略は難しくなります。ムートが使えるようになりましたがもうよほど追い詰められない限り最後の城攻撃にしか使いません。使っちまったな。倒すのにまだ時間はかかります。ニャンマがデブーをいかに効率よく攻撃するかで勝敗が決まります。さあ頑張れニャンコ軍団。極ムズでもやればできることを思い知らせてやれ。でも大狂乱じゃ絶対できない攻略方法だな。大狂乱は別腹。難しさは半端じゃないですから。これからどんな降臨戦が待ってるか楽しみだな。私はもっとゆっくりと育成に専念したいです。このゲームを1年以上ほったらかしにしていた分を取り戻すために。さあもうそろそろデブーも悲鳴を上げてる頃でしょう。そうなのか。ここでムートを出して決着をつけます。勝利は目前進めニャンコ軍団。ニャンマも言ったな。大勝利。さあご注文通り攻略したよ。ムートなしが理想でしたが実証で失敗していますし、ご苦労様です。では引き続き頑張ってください。嵐が去ったところでご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。これだけやればデブーはお腹いっぱいです。